サービス残業が自分のスキルアップやプラスの経験につながるということはありますか、もしあるならサービス残業が自分のスキルアップやプラスの経験につながっているところをどうやったら見極められるか教えてくださいということなんですが、基本的にはサービス残業でスキルアップ云々ということよりかは仕事ってスキルアップのためにやるんですよ。皆さん仕事をするときって給料が半分、スキルが半分なんです、皆さんへの支払いは。だから皆さんが例えば、仕事を、じゃあ30万円手取りのね仕事ね、もしやってるとしたら、これ30万円お金もらってるだけじゃなくて、実際は皆さんがその30万円もらうためには会社は3倍から5倍ぐらい儲からないといけないので、皆さんは30万の仕事をもしもらってる、お金をもらってるとしたら90万から150万の仕事をしてるんですよ。逆に言うと皆さんは30万の給料をもらうだけじゃなくて、自分の力で90万から150万の仕事をする方法とかその経験っていうのをもらってるんですよ。だからこの経験の方を生かしていけば、将来その皆さんの収入の3倍とか5倍ぐらいのお金は稼げるはずなんですよ。もちろんその単純計算ではいかないんですけれども、だからスキルをもらってるっていうのは確かにいい考え方なので、わざわざサービス残業しなくてもスキルはもらえてるので、サービス残業をわざわざする意味は僕はないと思います。はい。ニキビ跡が原因で人の目を気にしてしまい、外に出るのも嫌な状態です。自分に自信持てません。ひろきさんならどうしますか？ニキビは何しても治りません。僕の知り合いで死んだ魚のようにしているデブでブサイクなおっさんがいるんですけど、あの顔で生まれたら僕は嫌だなと思うんですけど、普通に顔さらして生きているので、それに比べたら全然マシだと思いますけどね。なので、別になんか他人のことってそんな人見てないんですよね。なので、意識しすぎだと思いますよ。とりあえず、パートナー作って、で、要はその、顔とか見た目とかで人を選ぶ人はいるんですけど、そうじゃない人もいるんですよね。だからその死んだ魚の目でも別に構わないで結婚する人もいるので、なので別にその中ニキビ跡がどうこうっていうのを気にしない人っていうのをパートナーに決めて、あ、世の中そういうの気にしない人もいるんだっていうので普通に暮らせばいいんじゃないですか。キャンプちょうど降りてきた、これピコっていうね、うちの、最後にうちに来たというか、まだこれから来るかもしれませんけど、ニャンコはいるんですけども、この子何がすごいかっていうと、この子捨て猫なんですよ、もともと。みんなうち捨て猫なんですけど、で、この子、3ヶ月、生後3ヶ月ぐらいの子猫の時に、引き取られたんですよ。他のうちに、うちじゃないところに。で、引き取られたんだけど、その引き取られた先で、どうやら問題が、あったようで、一回ね、戻ってきてるんですよ、保護施設に。で、心配だと思うんですよ。やっと住む場所が見つかったってなって、多分2、3ヶ月ぐらいその家にいて、半年ぐらいでこの子、保護施設に戻ってきちゃったんですよ。で、外に出て戻ってきてるから、変な病気持ってるといけないんで、隔離されていたんですよ。で、この子どうしたかっていうと、隔離ケージの中に入ってたんですよ、一匹でね。で、僕はその前を通ったら、この子、この手。この手です。この、ちょっと、ビコ、ビコ、この手、この手。はい。で、この手で、僕の袖を、ここの袖を、ピッて掴んできたんですよ。両手でパシッて。ケージから一生懸命手を伸ばして。で、それで、僕の素材を掴んだことによって、あ、じゃあうち来るって言ってこの子が来たんですよ。もう言いたいことわかりますよね。今日はですね、この放送では、おなじみのあのぬこ様、みこ様の、出身地っていうんですか、出身なんていうんですか、でしょうね、出身キャットシェルターの、東京キャットガイダーさんにお邪魔します。久しぶりって言ってます、ね。ちなみに猫って、そうで、はい、今日はちょっとこの、リンクも出てるんですけど、本をまたね、これ今度は今回東京キャットガーディアンさんの監修ですね。執筆は富田園子さんで、動物ライターの方が、なるほどなるほど、企画もやっていただいて、あれ前本も出されてましたよね、はい、猫を助ける仕事、すごい大事な仕事も出してますけど、今回はハウツー本で、見回すと拾っちゃったりもらったりする方がとても多い猫なんですけども、拾い方の本がないよねっていうことで、どうやって助けるのかとか、助けてからどうしたらいいのかとか、里親募集の仕方とか、大きい猫を捕まえるときにはどうやったらとか、すごい、これでも普通に野良猫じゃない人も使えますよ。だって見てほら、ちっちゃいとき誕生から0週目とか1週間とか2週間の場合はこれに気をつけましょうとか、3ヶ月とかね、うちのみこさんももらったときは3ヶ月でしたけど、どうすればいいかとか、遊びが活発になるとか、爪が出し入れできるようになるとか、結構細かく書いてあって、猫を育てたいという人は絶対これ切り抜き、いかがだったでしょうか。この動画の概要欄の方から、今なら僕が作った D ラボ動画配信サービスですね、の無料の体験リンクと僕のオーディオブックが無料で弾けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらにチャンネル登録のもお忘れなく。それではバイバイ。